はい、おはようございます。ポンちゃん、もう少し開けましょうか。はい、どうぞ。昨日と一昨日は、オープンマイクでクロケンおじさんいっぱい歌っちゃいました。昨日なかなか過酷な感じだったんですけどね、おかげで今9時になりますが、ようやく動けるように。だいぶ疲れちゃいましたね。そしてポンちゃんは外を眺めております。はい、片やジャン君はお布団の上に乗ってなで待ち状態です、さあ朝ごはんを食べちゃなきゃ、痛いっしょ。はい、もう一回やってごらん。はい、えらい噛まないのね。本当に軽く噛んでるつもりかもしれないけど、あなた方猫が噛むとすごく痛いんですよ。ちょっとね、調整するのは難しいんだよね。これでダメなのって感じだもんね。はい、ジャン君、いよいよこれつけましょうか。では一度ゆるゆるにした状態で、はい、ジャン君、はい、できました。ちょっと片手だとあれ、ジャン君は偉いね、ちゃんと信用してくれるね。だってポンちゃん握られた。はい、できました。偉いね、ジャン君、ポンは逃げたよ。ポンちゃんにつけるのは至難の業です。これから取り組んでみます。はい、この首はありがとうございます。見える？ブルーでよく似合ってると思いますよ。パステルがおしゃれ。チリンチリンはそのうち取るかもしれません。ちょっとうるさいからね。はい、はい、ポンちゃんにも首輪がつきました。ポンちゃん、よく見えないよ、そこだと。また見えやすいとこに行ったら撮影しましょうね。ポンちゃん、ポンちゃん振り向いてください。ポンちゃん、あ、ポンちゃんね、絶対振り向かないんですね。ポンちゃん、そう、ポンちゃん、あ、ピンとかもない。ポンちゃんの得意技、ピント外し。ちょっと鼻がさ、目立っちゃってて、新しいやつよく見えません。また後で。一回撮ろうか。よいしょ。撮るのも結構大変なんだよね、ポンちゃんね。うん、ポンちゃん。あ、見えた。ポンちゃん。また後で。はい、古い方の首輪を一旦取りました。ただ、迷子札があっちについているので、この迷子札をここにつけるのがなかなかな大変な作業です。ポンちゃんは嫌がって逃げるでしょう。